こんばんは、人造人間です。今日は中森明菜のタトゥー視聴して、リアクションしていきたいと思っております。というのもですね、僕が物心がついて一番最初に好きになった歌手が中森明菜さんだったからですね、幼稚園から帰ってきて歌のベスト10、トップ10、見てると必ず上位に中森明菜がランクインしてまして、実界ですとかデザイアですとか、インパクトのある、名曲たちをその曲たちに合った衣装で披露する、その表現力に、魅了されました。で、明菜様、いろいろありまして、表舞台からちょっと退いたようなね、この10年間でしたけども、やっと活動再開し始めて、自身の YouTube チャンネルでタトゥーというね、1988年のヒットシングルをジャズイなバージョンに変えてフルコーラスをしてくれました。披露してくれました。明菜様のそのお姿をね、数十年ぶりにきちんと拝見しまして、ああ魅力は健在だなと、本当にこの人は大スターなんだなというふうに思いました。感動をいただきました。今回見るのは2回目です。皆さんも中森明菜様、お好きな方いらっしゃると思いますので、一緒に視聴してまいりましょう。どうぞよろしくお願いします。ではスタートボタンを押します。中森明菜、タトゥー。お美しいですね。品があります。なぜかわからないんですけど、椿鬼奴さんにもちょっと見えるんですよね。なんででしょうね。メイクかな。御年58歳でしたっけ。とても58歳には見えないですよね。ゲーラー、このポニーテールもなんか懐かしい感じがしました。明菜様がデビューした頃のあのポニーテールな感じですよね。意識してるのかな。ゴーラー、本当に明菜様の曲は名曲だらけで、どの曲もそのストーリーがね、あって、何を言いたいのか明確なんですよね。このタトゥーに関してはすごいこうアメリカンな感じで、当時ミニスカートを履いてね、22歳の明菜様が激しく踊ってましたけれども、めちゃくちゃ細くて、なんか僕、今の僕の3分の1ぐらいしかないんじゃないかぐらいの。リーラーなさい、かっこいい声ですよね。やっぱり明菜様ってハスキーっていうかね。このジャズイなアレンジもすごいかっこいいですね。当時の明菜様のあのダンスをこうやって振りをねしながら歌ってくれてますね。イカ様パラダイス。でもこうやってさ、一曲丸ごとこう歌いながら見せてくれるというのは、少しずつ明菜様も元気が戻ってきたっていうことなのかな。明菜様ちょっと心なしか嬉しそうだもんね、表情はね。ご覧リラショミラ、このグレーのニットも
すごいふわふわして高そうですけど、高級感があってお似合いですね。素晴らしい。かわいいですね。この最後のピースもかわいい。なんかすごく嬉しい気持ちになりました。懐かしいなっていう思いもあるし、今の明菜様が元気なんだなっていうのもあるし、本当にファンとしてはね、明菜様ファンとしては感無量な感じです。これから多分ご自身の曲をたくさん YouTube で披露していってくださると思うので、都度皆さんとこの熱い思いをね、共有できたら嬉しいなというふうに思っております。今後もし飾りじゃないのよ涙はとかね、あと単語のワールとか披露してくれたら最高ですよね。どうなんでしょうね。シリーズ化してくれるといいですね。うん。ということで、本日は久しぶりのフルコーラス、明菜様の元気なお姿を見れた記念にね、リアクション動画撮らせてもらいました。ご視聴いただきましてありがとうございました。また近いうちにお会いしましょう。バイバイ。